悲しいね。殺人現場にリンゴが起きていた。ガブリと限った歯型がついていた。捜査一課の腕利きたちも、鑑識課員も頭をひねってた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎呼ぶ殺人事件。ああ、パイプ。加えて探偵登場。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね。歯型に三つの虫歯の跡がある。キャンディー好きだと睨んだ探偵は、聞き込み張り込み尾行を続け、こいつと信じた男を引き出す。闇に紛れて大きな男、やってきました殺人現場。ああパイプ加えて探偵失神。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね。はい、こんばんは。今夜はね、郷ひろみさんとキリンさんのね、リンゴ殺人事件を歌いましてね、ちょっと前書き込むリクエストがあったからね、こんばんは。今夜はね、リンゴ殺人事件を歌いました。2017年7月の31日月曜日、みそかだね、最後だね、の生存確認を今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうもこんにちはね。今夜リンゴ殺人事件を歌いました。どうもこんにちは。あ、どうも。あ、書き込みどうもありがとうね。大さん、桂さん、どうもね。大川さん、どうもね。今回もね、あれ、悪友さんのやつね、作詞のやつよ。あ、木山さん、どうも。あ、早曽さん、桂さん、どうもね。大川さん、どうもね。今日早くてよかった。久々歌ってみた。ね。今日とも書き込みがあったからさ、歌ってみた。さあ、今日も飲もうかな。今日もね。今日も飲みましょうか。その前もう一回行こうか。今来た人のためにリンゴ殺人、今夜はね、リンゴ殺人事件ね。見てかな、大丈夫かな。こんにちは。じゃあもう一回。早いね、もう7月、今日最後です。みそかです。ね。ああ悲しいね。殺人現場にリンゴが落ちていた。ガブリと限った歯型がついていた。捜査一課の腕利きたちも、鑑識課員も頭をひねってた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎呼ぶ殺人事件。ああパイプ加えて探偵登場。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね。歯型に三つの虫歯の跡がある。キャンディー好きだと睨んだ探偵は、聞き込み張り込み尾行を続け、こいつと信じた男を引き出す。闇に紛れて大きな男、
やってきました殺人現場。ああパイプ加えて探偵指針。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから。ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね、悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね、悲しいね。はい、玉井さんどうもね。はい、リクエストがあったさ、リンゴ殺人事件を今夜歌いましたよ。はい、どうもね。はい、知らない。僕下手くそだからわかんないんだ。ごめんなさいね。わかった。玉井さんどうもね。ありがとうね。うん。リンゴ、結構売れたんだ、この歌。リンゴ殺人事件ってね。うん。あの子若かったよね、ほんとね。うん。二人ともね。うん。アイドル的な人気だったんだろうね。リンさんってさ、あの頃ね。そうなんだ、知らない。そうなの、ほんと？なんで変わっちゃったの？神経質。面白いね。うん。あ、もうタバコ吸わないからダメだ。ないや。ごめんね。じゃあ今日の一杯行こうか。じゃあ今日の一杯行きますね。今夜も飲もうか。はい、今夜も黒育ちです。はい、どうもね。今夜も黒育ち行くよ。いいかな？あ、練習です。はい、あ、見る？はい、乾杯。乾杯。で、今日はこれだ。今日のおつまみはこれ行こうか。ところてサンバイズバージョン、サンバイズのやつ、ところていきます。いいかな。じゃあところてね、今夜これを食べようか。男たちじゃないよこれ。暗そうだちね、今日ね。あの頃の郷ひろみさんとか、今で言ったら嵐みたいな感じだろうね。結構若者人気でさ、ドラマとかバラエティ出て歌も歌ってね、あんな感じだよね。まあでも歌唱力は全然郷さんの方が上だけどね。うん、人気はジャニーズの嵐ぐらいだったと思う、だと思うけど。でもそう思わないかな、郷ひろみと今の嵐と比べるとね。郷さんの方が歌はうまいと思うよ。うん、じゃあこれところで、やっぱりところでいいね、いいね、これ。夏場はこの酸味がうまいんだよね。じゃあちょっと開けてこようか。今日はところでね。今日はところてんにからしを食べようか。天ぷのタレのほかにね、天ぷのタレのほかにからしを入れようか。どうも
今日はところてんですよ。僕は嫌いだもん、なんもないからさ。天ぷらのところてんにね、からしを加えようか。ハウスの練りからし。いいかな、ハウスの練りからし。これね。ね、ちょこっと。こんなもんでいいかな。ハウスの練りからしと天ぷらのタレ。お酢3杯酢か。2パックだからね、タレも2パック分ね。こうやってからしよく混ぜて、今夜ところでんで。どうだ、御三家でパッとしないのが野口さんだよね、一番ね、あの三人の中でね。メロだ、一番パッとしないのがね。一番パッとしないのが野口さんだったんだからね。はい、じゃあこんな今日はところてんで。どうも。ハゲてるの、畳ね。そうよ、ところで。関西のところではさ、あれ、あんみつみたいな感じだよね、あれね、要するに、ね。あんみつの延長線上で。まあ、材料あんみつのあれなんだ、寒天と一緒だからね。あんみつの寒天と。ところで、そのあの寒天をさ、棒状にしてきたわけで。あんな感じ。あんみつの延長線上で甘いんだ、関西はね。こっちは、酢のものだからね。酢の実上のようで。そうだね、病気っていうか、もうこれでもうそんなもんでしょうね。もう年取ったらしょうがないね、あれね。昨日はね、スマホで撮影したの、スマホで。一台スマホ撮影。で、いつものこの部屋には普通にある、ちょっと大きめのノートパソコンと、外で昨日持ち歩いてる右パ、あれ、右ノートのやつ。で、3台ね。おい、仕事はね、工員だから、工員。昨日コメントで工員よ、工員。工場労働者ね、工場労働者で工員です。こんばんは、どうも。ファンさん、ありがとうね。マコさんか、どうもね。やるのライブできないでしょ、あれじゃもう、あんなんじゃ。で、僕の中じゃね、西条さんが一番身近なんだ、あれ。西条さん、僕、小学生の頃はさ、土曜日の朝、なんだっけ、モーニングサラダってずっと見てたからな、小学校の頃、学校行くまでね、モーニングサラダって知ってっかな、あったね、土曜日の朝、日本テレビでさ。あれ結構見てたからな、小学校の頃。で、じゃあ日本酒、今日もね、日本酒で。いや、別のやつで撮ったやつだけどね。日本酒で、このまま冷蔵庫入れてね、冷酒になってます。ところてんとね、冷酒で。さっぱりしていいな。やっぱからしも入れるといいな、ちょっとね。違いますよ。僕の母親とは36離れてるから。36です。昭和11年だから、母親は。父親が昭和8年、36離れそう。僕は45歳です。
そうだ、母親も11年、まあ昭和一桁近いもんな。ね。うん、戦争の頃は小学校の、小学生ね、あ、終戦の時。そう、みんな。でもお母さんといつも通り飲んでますよ。じゃあ2杯目行こうか。はい、乾杯。あれ、郷ひろみは途中からさ、アーティスト路線に行っちゃったって少しさ、西城さんずっとテレビとかよくラジオ出てたけど、もうそこその点西城さんの方がいいな、あれ。ね、郷ひろみさ、ちょっとさ、なんかちょっと偉そうになってさ、あんま出なくなっちゃったから、あの人ね、郷さん。それさ、ちょっとね、親近感がないな、僕。西城さんよく出てたからさ、あれね。それで。10から18からは高卒で働いてっから、高卒だからもう出て働くようになってから、職場で飲む機会がそれで飲めるの、そうだよ、18からだよ、だから18の、まあ、4月生まれだからもうすぐ19になったけどね、あれもう高卒で働いてからすぐよ、だから当然8年前から飲んでるよ、当たり前だよね、高卒で働いてっから。野口さんパッとしなかったもんな。大阪にお疲れ様、セルさんどうもね。野口五郎さんはそうでしょ、あれ。野口五郎だけから撮ったんでしょ、あれね。有名だもんね、あれ、山の名前でね。野口五郎岳、なぜか知んないけどね。野口五郎岳っていう山の名前が取ったんでしょ？なぜかわかんないけどね。よくそれ有名だよね。よくいろんなクイズであるよね。あの人の芸名は山から取ったってね。野口五郎岳。面白いよね、ほんとね。野口五郎、ほんとか。ねえ、でも、ちょっと首都圏じゃないからなかなか登れないけどな、ね、ると遠いからな。今日は早い方だ、だって。帰ってきて、明日の準備をして、風呂入ってこの時間だもん。まだ11時だね。遅いとさ、もう0時丸5だから。わかった、あれ。孫さん、わかった。今日ずっと見てるとわかるよ。0時前は早い方と思った方がいいよ。今の、だって、この配信するってことは、仕事から帰ってきて、風呂入って、明日の準備を、その前に明日の準備をしてさ、もう全部終わった段階だから、それで飲んでるもん。が、まだ0時前だもんね。で、ってことは早い方で、まだ。遅いとさ、仕事から帰ってきて、明日の準備もしてさ、風呂から上がるともう0時回ってることあるからね。しかも早い方よ。お盆はね、実家に帰ろうかな。ね、実家にね、帰るよ。一回ぐらい帰ろう。シャンプーは石鹸使って、僕、よくあるじゃん。ローソンストアとかで3個100円の石鹸。シャンプーは買わないから、僕、全部石鹸済ませちゃう。髭剃るのも顔、全部石鹸よ。まあ、全部石鹸。それは女の子と違うよね。よく若い子はさ、シャンプーとか買うでしょ？よく女の、よく女性の人ってさ、普通に小売店でシャンプーとかリンス買う。僕そんなもん買わないもん。それ全部石鹸なんで、僕。わかった？普通の石鹸よ、固形石鹸。体洗うのと一緒。その方がいいや。今、シャンプーって売られても、なんか変な匂いするしね。石鹸の方が匂いが自然だから、僕それ好みも。ちょうどいい。ほんと、今のシャンプーってさ、なんか変な、腎臓めいたさ、ね、釣りもめいた匂いがして、あれがちょっと嫌なんだ、僕。そうして石鹸の方が自然でいいよな。わかるから、それ。もう風俗は行かないよ。風俗は行かない。宝くじ当たったら行く。カップラ菌はね、あれも5、5、3、3人、
メインはゴーさんだったかな、あれね、あれね。タックラ禁断放送。あれでも関根勤さん、初めて見たかもしれない。あの番組で関根勤さんね。あれ、初めて見たかもしれない。今だったらジャンギーズが使ってるようなバラエティだろうな、ね、今で言ったらね。しないやんなの、あのばあさんだからやんないやんなの。母親だけ、父親も死んでる、父親は。父親はもう亡くなってっから死んでるよ。うん。動画見たらわかるよ。父親が亡くなった死の動画もあるんで。母親はまだ生きてます。うん、けどね、それは動画見れば分かるね。もう間違いに越してきて、何でも12年の頃かな、12年ぐらい来ての頃、間違いに来てこの部屋に来て間もない頃かな、死んなくなったのは。だから10年はまだ亡くなって8、9年かだから、まだね、10年は経たないな。やっと10年ぐらいだもん、ここ越してきて。YouTuber なんだ、僕。ちゃんと仕事あるよ。うん。その方がいいよ。生存確認の一環だから続くんだよ。こんなんで金儲けしようと思ったら続かないから。だから続いてるでしょ。もう10年以上やっても。それを続くのは生存確認の一環だから。ね。生存確認の一環として、お年頃の女の子のお股のことを思いながら飲んでっからさ、飲みながらそんな動画だから、うん、続くんだよ。金儲けとか考えてねえからさ。そう、悔やむよな、ずっと家出てから一回も帰ってなかったからな、家出てから10年以上帰れなかったり、まあでもしょうがないよな、うん、あの親だもんな。ずっと一緒にいたら おかしくなる、あの親、あの親のもとだったら。だから僕、あの親のもとを離れてさ、多少明るくなる。だから中学時代とかね、言うとね、明るく、高校時代もそうかな。もうたま、ほとんど会わないけど、たまに会うとね、明るくなったって言われるのはそのためよ。家出てから。家出てから明るくなったの、僕。あの親のもとにいる頃はね、ほんと暗かったんだ、ほんと。あの親のもとにいる。ほんとほとんど僕は人付き合いないからあんま会わないけどさ、たまにさ、実家帰った時さ、中学や高校の頃の人と会うと、そういうも明るくなったねってさ、うん、それは親元離れたから。ねえ。あれ、つらかった。一番つらかったのは、ほんとそう、実家にいる頃。針のむしろって感じの状態、あの頃今思うと。二十歳までいたけどさ。針のむしろ状態だった、あの頃僕はずっと。厳しいってちょっと変だったんだって。うん、いろいろあって。うん。ギャフターとかそういう問題じゃないんだよ、ちょっと。また次元が違うんです、また。それは言葉の長い。うん、そうだからね、あの家を出たらさ、吹っ切れた感じで、うん、そんなこと、そういうのは一言では言えないよ、そういうことはな、うん、一言で言おうとしたらさ、勘違いされちゃうからな、まあそれはしょうがないよね、うん、うちの家はそうだったんだ。うん。でもみんな羨ましい。よくさ、いいじゃん。親からさ、将棋とか囲碁とか教えてもらう。うちそんなもんないから。よくあるじゃん。いろいろこうやって寝てるようになるとさ、家族で麻雀とか囲碁とかやってさ、教えて、ルールを教えてもらう。もうそんなもんないもん。うちそういうことなかったからね。うん。だから麻雀も囲碁もね、将棋も何もわかんないもん、ルール。そんなことやったことねえから、僕。うちの親はそんなもんやらなかったからさ。
ゲームもないし。姉はどうだろう。姉がまともな、姉の分を、全部姉は自由、多少自由だった分、その付けが僕に回った感じでさ。ああ。姉は多少好きなことさせてもらってさ、ほんと。その付けが僕に来た感じだ、ほんと。僕も本当はね、姉はさ、ピアノを習ってたけどさ、僕も習いたって言ったけどさ、なんで男はいいんだって言われてさ、全然聞いてもらえなかった。幼い頃。小学校、間もない頃かな。僕もね、ピアノを習いたって言ったんだけどね、男はそんなこといいんだって言われてさ、あれは辛かったよ、本当。ね、僕も本当、姉はね、女の子だからってピアノとか習わせてさ、僕もそれを見ながらさ、僕もやりたいと言ったんだけどさ、男はそんなもんいいんだ、そんなこと言って。あの頃さ、僕もピアノ習わせてもらったら多少はまた変わってたと思うんだ。もともと音楽は嫌いじゃないからさ、そう、あの頃、あの、もうダメだ、今からやる時間もないや、ほんとね。さあ、最後の一杯飲もうか、最後の一杯。まあ大丈夫だ、じゃあ3杯目いこうか。みんなそうだよ。乾杯、最後一杯。今は別に他のやりたいことが見つかったから、それで今は本を、だから一人で本を読むよ、そのためだよ、あれ。テレビのチャンネル機もなかったからな、見たい番組見れなかったからな。テレビ見れなんて本を読もうってなっちゃうもん。僕はそう、うちはそうよ。テレビ番組もさ、全部そうよ。見たいもん見れなかったからさ、そんだったら部屋にこもって本読もうになっちゃうな。じゃあこれ昨日と一緒だ。昨日と一緒の作業。これね。そう、3番目です。かばないでしょ。だっていろいろあったからな。ところてんで、そう、おつまみところてんでしょ、ところてんで、コップ酒、冷酒です。あ、昨日だけど、昨日は何して、なんだっけ、熱烈中華食堂日高屋って言ってっかな、あそこ。あそこのメニューね、昨日通り取ったらさ、まあ、昨日のとこの。メニューのとこに冷酒があったね、あれ。冷酒。以前はさ、普通の瓶の酒だけどね、今度入ったら飲んでみようかなと思ったね、冷酒。ね、メニューのさ、外通りにある。冷酒ができたみたいね、冷酒がね。熱烈中華食堂日高屋。昨日あの前は通ったわ、気づいた。今度入ったらあれして、冷酒飲んでみよう。じゃあ3杯ずつ、今日は3杯ずつ。3杯ずつ。
グルタミンも多いんだ。だから家出たんだ。二十歳になってもすぐさ、家出て。わかんない。だって18から、高校出て働いてるからさ、二十歳ぐらいであるお金も貯まるでしょ。もうこれで家出る。それで家出たの、それで。そうよ。うん。もうか。働くようになれば金貯まる、貯まるもんね。だから、1、2年いればさ、ね、それで家出たわけ。こんな家やだで。だこんばんは、どうも。シットさん、どうもね。うん。今日もいつも飲んだけど酒。もう読書の方行っちゃったから、読書。高校、前に何度も言ったけど、高校時代すごかったからね、中学高校時代は。読書量がさ。文庫本だけどさ、1日から2日で1冊ペースで読んだから。あの頃は。だから、1ヶ月で15冊とかだから文庫を読んでんの。15冊から20冊か。うん。だからあの頃本当に、だからもう本を読む時間があったわけ。だから本を読む、あの頃は本当に読んだぞ、今思うと。高校、中学、高校の頃なんか、だからトータル1年の単純計算で、1000冊は読んでたな。うん。1000から2000。うん。だからどんなことあっても、だからお互い様もそれで分かるよ、お互い様。いろんな読書結果も含めて僕はお互い様って言ってるわけよ、全部含めて。結局人間お互い様だからみんな。ね。そういったね。うん。結局何がともあれ人間お互い様よ。うん。いい人も悪い人も含めてみんなお互い様。いろいろあるからいいんですよ、いい人もいるから。ね。人間は一面だけじゃ分からないね。うん。そういうの分かっても読書経験もあるからよ。うん。いろんな面があるから人間なわけよ。ね。いろんな面。アクションカメラを読んだし、そうよ。その読書、そうよ。アクションカメラ。文庫本じゃないけどね。うん。熱烈投稿とか、いろいろあったよね。いろいろ読んだ。うん。クリームも読んだ。桃クリームも読んだ。デラビッピも読んだよ。うん。うん。うん。読んだ、デラビッピ。僕はいろいろ読んだんだけど、一番印象深い女の子はね、相川美佐という女の子。あの子可愛かった、僕。ああいう子、死んだけど、相川美佐という女の子。相川美佐。あの子可愛かった、ほんと。でも人間はね、悪いことしかしない人いないからな。いいこともするし、悪いこともするんだよ。それは忘れちゃダメ。どんたちとか、なんだろうな、うん。あったけどさ、読まなかったな、あれな。うん。人はみんなそうよ。いいこともするし、悪いこともする。いいことしかしない人間はいませんからね。うん。そんな人間いませんから、そんな人間は。うん。絶対言えること。うん。ただ自分のこと、自分の心に手を当てればわかるよね。いいことしかしてないかといえば、そんなわけないでしょ？ね、その通り、みんなそうなの。みんなそうよ、みんな。いいことしかしない人間いませんから。漫画も読むよ、漫画。うん。漫画も一緒。漫画あんま読まないけど、少しは読む。それだけ読むわね。うん。悪いことしか言わない。だから悪いこと、そんな、僕も人間だからさ、悪いことしかしないわけじゃない。いろんなことしてるからさ、いいことも立場してるよ。うん。それは言わないだけで。うん。言わないだけで。うん。わかった？うん。うん。言わないだけで、いろんなことやってるから、僕は。今夜もね、じゃあ今夜最後にもう一回リンゴ殺人事件で割ろうかな。今夜はね、リンゴ殺人事件歌いました。じゃあもう一回歌って割ろうか。
今夜はね、郷ひろみさんのリンゴ殺人事件でした。悲しいね、悲しいね。殺人現場にリンゴが落ちていた。ガブリとかじった歯形がついていた。捜査一課の腕利きたちも、鑑識課員も頭をしねてた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎呼ぶ殺人事件。パイプ加えて探偵登場。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 、後を絶たない。悲しいね。悲しいね。歯形に三つの虫歯の跡がある。キャンディー好きだと睨んだ探偵は、聞き込み張り込み、尾行を続け、こいつと信じた男をおびき出す。闇に紛れて大きな男、やってきました殺人現場。パイプ加えて探偵失神。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 、後を絶たない。悲しいね。悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 、後を絶たない。悲しいね。悲しいね。本当か、この歌詞は人間の性が歌ってんね。男と女が会えばいろんなことがあるって、そんな歌詞だ、これな。なかなかこの歌詞は奥が深いよね。バラエティ系の番組の歌だからさ、お笑いだけじゃないよ、本当。この歌詞を噛みしめるとさ、奥が深いと思うよね、ほんと。ね。男が女が出会えばいろんなことがあるんだよ、ほんと。ね。はい、今夜はね、銀行殺人事件を歌いました。あ、そうそう、子供いるんだ。わ、こんばんは。あ、ランプさんどうもありがとう。今夜もね、もう、嬉しい飲んでます。でもよかった、今日早かったからね。散々飲んでも、まだ11時半か。おやすみね。どうもありがとうね。コングさん、ダイさん、ありがとうね。大川さんもありがとうね。アミちゃんのことを思いながら、こすって寝ようね、今夜もね。アミちゃんのことを思いながら、アミちゃんのことを思いながら、こすって寝ようね。アミちゃん、かわいいな、あの子ね。今、大学生なんだ、あの子ね。アミちゃん。お化けのロケ、ちょっと、あれね、あんま歌、あの、今度ね、あんま歌そうなんだ、あれは。おやすみなさいね。また明日も仕事から帰宅時代ね。いつものようさりげなくお股のこと考えながら飲んでます。かわいいな、女の子はな。あやそうさん、どうもね、おやすみね。宝くじ当たったら、本当、ソープランド行きたい。行きたい。今度も。
ソープランドすごいとこだよ。こんな僕でもさ、あそこ行けばさ、可愛い子がさ、仕込めてくれたりするんだよ、あそこ行くわ。ね。あんな、リアルの世界じゃありえないもんな、ほんと。リアルの世界じゃ。ね。だからソープランドって素晴らしいんだよ、ほんと。でも海外旅行なんか行きたいとは思わないけど、ソープランド行きたいと思う。ね、ほんと。海外旅行なんだかよ。あんな危ないとこ行きたくねえよ。海外旅行に金があるんだったら僕ソープランド行きたい。ソープランド行って、その時々の若い女の子に、ね。いいよね。どうもね。じゃあおやすみなさい。僕買わないや。買ってまで当たろうと思うの、どうせ当たる。なんかの機会にもらったらね。ラジオのそのブルーティーとかでもらったらね、それで期待してる。自分で買わない。どうせ当たんないから自分で買わない。もらう。でも僕はラジオっ子だからさ、ラジオ聞くんでね。ラジオよくあるよね。ラジオのさ、景品でもさ、ね、あるよね。宝くじをプレゼントって。あれで手に入れた時ね、それを期待して。あ、おやすみなさい。あ、ダメ、じゃあ終わります。で、僕テレビ見ないから。おやすみね。また明日も仕事から帰宅次第やるからね。おやすみなさいね。ではまた。